前髪いい感じ。そうなのそうなのそうなの、自分でも思ったの。なんかいい感じにこうふんわりヘアアイロンで やれてプラスこれでねちょっと束感を出してるつもりだけど、最後にコームで溶かしたらいつも通りになっちゃった変わらんいつもと男の子のアボタさん、アジサイアフロのアボタさん、ハートありがとうございます。キリミちゃん尊いありがとうございます。なにこれ、タヌキ、タヌキのアボタさん可愛い、ありがとうございます。すいたの、いやすいてはないな。こないだ前髪切った時に切っただけで、それからは切ってない。ドラゴンのアバターさん、男の子のアバターさん結婚してありがとうございます。今日もたくさん結婚してますね私ウニアバターさんも結婚してありがとうございます。こんばんは、こんばんは。これはあのプロダクトというワックスですね。ワックス、うん、最近ね N ドットってオイルじゃなくてこっちのオイワックスを使ってるのツヤ感、束感が出る。今日は6の日、そっか、今日昨日は白のなんかふわふわな感じだったもんね。髪の毛も巻かれててね、あ久しぶりだ。ミツバチのアバターさん結婚してありがとうございますいくらぐらい、え、これいくらだろう。なんかさ書いてない、いくらだろう。でも普通に薬局とかで売ってるねこれ、2000円しないくらいかな、かなそう、そっか。え、でも私さ男の子が使うワックスどれがいいのかとか分かんないからな、あれしか分かんない、あのちっちゃいさいろんなカラフルな色の、なんか書いてあるね、 N って書いてあるのかな、 R? 何あれ、なんて名前だろう、わかんないけど。リゼントのアボタさん、花束ありがとうございます。 N ドットよりは安い、え、多分そう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 なの。なんか私はねワックスじゃない、オイルはいいなと思ったけどちょっと自分的にうまくできないなと思ってやめてるの今。あ、それだ、ギャツビーだ、それ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 よ。あ、G か、じゃあ違う、想像しちゃう私は見慣れてないから、聞き慣れてないから。普通に美容室で売ってるこれ声枯れてない、大丈夫、多分ね人と喋ってないから声がね起きたまんまなのそう今日ね本当に無の状態でいることが多かったから、昼っていうか3時頃にもう配信しようとしたんですよ、でも結局やらなかったんですよやらなかった、なんでだろう。あ、多分あれだ、メールとか配信予定に入れてないからやらなかったんだ。なんかいつもお昼とか夕方に配信するときはあの言わなきゃいけないんだと思っててできないんですよ急には、最近。そう、無の状態何もやる気が起きない、この感じ。お昼寝はね最近してないの、さあや、はい、さあこんばんは、こんばんは、待ってました、ごめんね、じゃあいつかするねいやなんかもう本当に家で一人になったからいつでも
やれちゃう。本当にリモートとかの収録とかお仕事がなければ自分のペースで。ありがとうございます。嬉しいね。ね、ハッピー。ぷむぷむプリンくん、ハート、ありがとうございます。あ、そうだよそうだよ、あのサンリオのサンリオキャラクターのさ人気投票みたいな、なんか今日発表されたよね。やっぱりさ、1位がシナモンくんだった。さすがよね。なんか2位がポムポムプリンだった気がする。3位がポチャッコ。私はね、一番って言ったら一人じゃないんだけど、サンリオの中で好きなのはポチャッコと松丸くん。シナモンも好きだったんだけど、なんか SK に入ってからシナモン好きな方が結構いて、あ、かぶってるなと思ってちょっと身を引いてます身を引いてる。そう、堂々のシナモン。そうなのよ。あ、シナモンくん、ハートありがとうございます、たくさん3位のポチャッコです。私のメイクするときに使ってるピンに入れ子、ポチャッコ。そう、推しかぶりなんですよ。だからまあちっちゃい頃もともと好きだったバツマルくんとポチャッコ推しですよ、私は今星投げてありがとうございますやっぱそこでも私はかぶりたくないんだよな、なんかね、なんなんだろうねそう、まいまろちゃんがさ3位以内に入っていなかったことに私は衝撃だったんですよ。本当にびっくりした。こんばんは、こんばんは。あ、ピンクのカエルのアムタサキホセありがとうございます、嬉しい。野々垣さんのアムタさん、ハートありがとうございます。確かにポチャコ、ポッチャマ似とるわポッチャマかわいい、かわいい。お姉ちゃん思い出すもうお姉ちゃんいないから何も話せないけど、なんかね、最近また私とお姉ちゃんの中でポケモン GO がハマって、お家に出れないくせにあのポケモン GO やってるんですよなんか意外とポケモン GO 開くと自分の周りに 2,3 匹は出てくるじゃないですか。それをゲットしたり、なんかポケストップ回せる範囲がなんか広がった気がして、なんか全然そのポケストップの近くにいないのになんか回せるんですよそうなの、なんでだろう、このご時世だからなんか広がったのかな、家に出ないように、わかんないけど、それやってるんですよ。お家にいるのにお香焚いてたお姉ちゃんポケモンポケモンを呼び込んでた。歩かなきゃお香焚いてもさ、ポケモン来ないかと思ったら来るんだね、びっくりした。メロンパンのアバターさん、ハート、ポムポムプリンくん、かわいい。野々垣さんのアバターさん、アジサイ。パンダのアバターさん、かわいい、ありがとうございますなに、間違えてルームフォローしました。それは間違えてないと思 もう手が勝手に動いたんだよな。それポケモン GO 久々に開いたらめっちゃゲーム増えてた。嘘、私結構頻繁に開いてた方だからさ、どこが変わったのか分かんないんだよね全然。こんばんは、こんばんは。ステイホーム仕様、やっぱそうだよね。ワニのアバ、ワニ、ワニじゃない、サメのアバターさん、結婚して、あ、キリミちゃんミラーボールありがとうございます。もうなんか私ミラーボールだったら君のカップリングウィズ歌ってるじゃん、踊ってるけど、それしかできないです私今。それでもいいんですか音楽はないので皆さん歌ってください。いきますよ、サビですよフフフ。
深い。これさ、人と違うよね。オッケー、終わりました。私の振りと皆さんの脳内の曲は合いましたか？でもなんかさ、私こうやって歌わないからさ、カラオケ機能を使って音楽だけ流して自分が踊ればいいんだなって最近思ってるんですよ。どうですか？まあ、それはね、一曲まるまる私が踊れるようになった曲だけしかやらないけど。友達達成した？よかった、俺も踊っとく。これ何？お化け？とろけてる白い方。小判ありがとうございます。3秒ずれた、嘘、惜しい。いいことにしとく。ダンス配信しても私あれですよ、手だけだけです。手のみのダンス配信です。いやダンスはね、ちょっとお家じゃね厳しいな。あ、そうなの、 BGM だけにしていたメンバーさんもいた。そうなんだ、それ全身映ってなく踊ってる方もいたのかな。こんばんは、こんばんは、こんばんは。いいね、ゴーゴーゴーやりますか。1,2,3,4,5,6 で脱ぐ。いいな、やりたいな早く。歌じゃなくてコール、コール、コール難しくない？それこそすごい時差がありそう。こんばんは、こんばんは。歌うかと思った、歌わないのよ、歌わないのよ。そう、みんなカウントでね、一生懸命ね話し合ってた、ずっと。なんかね、どれが正解なのかね急に分かんなくなるんですよ。同期とはこの、あのカウントで合わすとかあるので。そうなのよ。さやか、さやか、はい。カウントは脳内でして、いつも本番はそうやってるよ。ここの角度もあるんですよ。私はこれでいいのかな。やりたいね、青春ガールズ、青春ガールズ。のび太一緒にやってくれる？かわいいね、今日もハッピーターン。でもね、楽しいんだよな。いつかは私はブルーローズをするのかどうか。いやでもしたいからな。髪切れありがとうございます。でも必死をいつもまっすぐにするの。あ、かわいいね、今のマキタ、やだ。最近メンバーって配信で何話してるんだろう。じゃあなんかこの間中坂見たら、中坂はなんか中坂美優が歌いたい歌を歌うみたいなテロップが出てて歌ってたね。聞けてないんだけど、みんなね何してるんだろう。マイクスタンド蹴れるかな、練習する。やるとなったら。さあ、こんばんは、こんばんは、こんばんは。お仕事終わり、今から帰宅。お疲れ様です、気をつけて帰ってください。さっきよつまこさんカラオケで歌ってた。嘘、まこちゃん歌うの？勝手に私歌わない感じかと思ってた、ごめんなさい。そうなの。なんかこの間、昨日かな、なんやがすごいセクシーな格好して配信しててびっくりしちゃった。私その配信は見てないんだけど、なんかそうまとめみたいなので見て。びっくりしちゃった。15分経ちました、今日で435日、ありがとうございます。
昨日だよね。そう、配信した配信開始しましたっていう通知が来たんだけど、見てなくてびっくりした。あれはオフショル？なんかオフショル以上な気がした、私の中で。なんて言えばいいんだあれは。困った。びっくりした。青海さんくらい？いや青海さん超えた？わかんないけど。あ、昨日なんだ、見てた？嘘、みんなもっと好きになったんじゃない、なんやのこと。お姫さんみたいだったね。ほんと可愛いもんだって。なんやなんやなんや、聞きたいな。そう、でもそうそうなんだよ、最近配信のオフショルしてること言ったら、私青海さんね、なんやの気がするんだよね。見てないからわかんないけど、なんかそう。島民何人かコメントしてた？本当に？本当に？まあ、竹内事務所の方は全然よ。あれ？あれ？あれ？さやも呼んでくれたら戻ってくる。私本当にオフショルが持ってないからな。でもこの夏挑戦したい服装はみたいな質問をブログで答えたんですよ。その中に私はねオフショルと答えたので、まあ、いつかは着るんですけど、さやも着るんけ、いつかは。日付とか決まってないけど、いつか急に着るかな。でもね、この間白いお洋服を買ったんですよ、お姉ちゃんと一緒に。それが微妙にオフショルなのかオフショルじゃないのか着てみないと分かんない。まだ一回も着てないから分かんないですよ。それが初めて着るのが配信なのか、始まった握手会で着るのか、ちょっとまだ分かんないですね。待っててください。なんで好きなんだ。はい、やっぱさ、いつも配信してるとこじゃないところで配信してるから、カメラによると色味が全然違うね。微妙なやつ、微妙なやつと どのぐらいなの。ここしか出てないってこと？鎖骨まで。オフショルってどっからオフショルなんだろう。なんかそう言われると私わかんないな。ここ肩のここくらいまで、うん、わかんないね。それ普通？嘘？え？なに？この前も片方の可愛かった。あ、難しい、あれか、一回だけ着たいやつだ。肩が破れてますよくらい、私だいぶじゃない？だいぶよ、腕のちょっと下、え、だいぶやん、ここ。それなんやねん。オシャレだ、だから肩出し、え、そうか、やっぱ肩以上か、そういうことね。でも私意外とさ、肩幅広く感じない？配信だと分かんないかな、分かんないかね。ね、なんかなで型なのかなって一時期思ったけど、別にその普通か、それが一番よな。なや今日も新しい服って言ったから、そうなの？なや配信したの？もう今日の話して、私なやの話しかしないね、なんか。あれ？ワンショルも可愛い、そう可愛いの。私なんかね、肩を出すと言ったらオフショルより、そうなの、片方だけの方がね好きなのかもしれない。
そうや、水泳してたのに肩幅かな狭いと思ってる。嘘、あれかな、やってる日数が意外と少ないからかな。何年やったんだろう、私水泳2年くらいしかやってないんですよ。2、3年、どっちだろう、ちょっと曖昧なんだよね、そこらへん。そう、もっと続ければよかったなーってね、ちょっと今後悔はしてるんですけど。水色着てほしい。水色、水色ないな。デニムは数着あるかないか。もう本当に私着るってやったら黒白ブラウンしかないね。あとはあれよ、あのジューティーさんの、あの古畑さんと同じあのワイシャツだよね、あれ、あれが黄金の色みたいな。あれ金色でいいの。あれさ、もう着てないの、まあ、夏だからね、まあ、長袖だから着れないのはあるんだけど、一緒流行りに分かります。ミラーボールありがとうございます。何ですか、じゃあミラーボール次は。追い方忘れてはない、え、忘れてないの、意外とできると思う、頭の中でね、泳げる。泳げるよ。何何、ミラーボール、カップリングウィズ、何かな。何じゃあね、まあ可愛い系のかな、私あんまり踊れないからな。青春ガールズ公演の中だとなんだ。何やっぱ一番これがいいんだね。いろんな曲があるもんね。うん、え、懐かしい、僕の打ち上げ花火、打ち上げ花火これしかないよ、このうちは持ってこれしかないよ。そう、なんかこの時さ、打ち上げ花火横揺れがめちゃくちゃ多いんですけど、長坂のポニーテールがめちゃめちゃ揺れてるんですよ。それをいつも定点を見直してるとすごい分かって、ニヤニヤしちゃう。かわいいなと思って、すごいの、すごいの、中坂。あ、サヤポーズ、いつもサヤポーズするときはもうなんか斜めになっちゃうんだよな。どうより漏れるかをちょっとね考えてる。先生は隣の家にいても手振ってる、大丈夫ですか。大丈夫です、全然やってる私今まで。みんなね、なんかね、横の連歌手振るより、あのこうやってサイポーズしてくれるんですよ。だから私もあのやり返してます、サイポーズを。え、なんや、嘘。本当だ、なんや、ちょっと待って、岩崎なんやの話すごいしちゃった、ごめんね。これ誰か言った。あれ、なんや。言うタイミングすごいね、確かに。あれ、なんや、なんや、今日も配信しますかね、噂しすぎちゃったから。あ、言ってない、すごいタイミングだね。かわいい。会いたいな、なんや、あつ森しよう、あつ森。
ちょっとね、連絡ができないからですね。いた。あ、もうちょっと早く来たかった。でもね、そうだね、確かによく気づいたね。なかなか私この時間帯に配信しないけど、だってまだ8時だよ、早い。かわいいなやな、アバター、うさぎだ。そのなやの描くさ、あの手書きのうさぎもかわいいよね。あれうさぎと、なんだ、猫かな。一番初めから描いてたよね、あれ。あの名称確かにとか裏に書いてる時、あれね、私好きなんですよ。よかったね、よかった、ちょっと嬉しい。なんか普段喋らないからさ、会えないし、なんか会って喋ってる気分今。みんなにそれ見られてるけど。カレーの豚さん、ハートありがとうございます。んーね、聞かない方がいい。もうワンちゃんは口から行きます。ありがとうございます。レーン外ではなく私のレーンに来てください。竹内の奈美さんの声が好き。わかるよ、わかるよ。あれ、ラジオはもう終わったかな、第2回目の。公開か、そうよ、恥ずかしいよ、なんか変なこと喋れん。暑くない？え、暑い、冷房ついてるけど暑い。やっぱさ、私顔赤いよね今日、光加減じゃないよね。え、赤くない？光加減かな、赤いよね。え、直接、うん、ちょっと分かんない、いつもより赤い気がする。え、すごいよね、なんかチーク濃くやってるつもりないし、日焼けした。え、外出てないから日焼けはしない。そうじゃん、もう日焼けする季節だから、日焼け止めはほんと必須よ。え、でもここの距離は赤くないじゃん、ほら、あれ赤い。ん、肌はいい感じ、そう。まあいいか、そんな気にならない程度か。そう、最近またねサプリ飲んでるんですよ。ビタミン C の方も取ってるんですよ。なんかレモンとかじゃ丸々食べられないから、こういうねサプリで補ってるの。何個飲んでるんだろう今。なんか日焼け止めもいいけど、なんか飲む日焼け止めもあるじゃないですか。あれをあのね手に入れたいんですけど、どこに売ってるのか分かんなくて調べよう。お肌にいいの、なんかお肌いいらしいです。え、薬局に普通に売ってるよ。嘘、私が見落としてるだけか。なんか自分の目で見てるとさ、あんま見つけられなくない？やっぱ店員さんに聞いた方が早いよね。あれ効果あるのかな、ないのかな。飲む日焼け止め、そう、須田さんが詳しいよ。そうなの、え、絶対聞けない。絶対聞けない。桃田に聞こうかな、じゃあ。飲む日焼け止め、そうなんだよ。そう、通販はねちょっと怖いから、直接じゃなきゃ買えないね。ポムポムプリンくん、だるま、ありがとうございます。そう、絶対聞けないな。日焼け止めこんなに置いてあると思う、ちょっと見てみるね。ありがとうございます。ナイアンがいい、確かにナイアン白いんだよね、白い。
何使ってるんだろう。えでももともと何色白そうだよね。飲んでるから白いとかじゃなくて。さやちゃん毎日アイドルさんですか。そうです、そうなんです。今日で435日目でしたっけ忘れちゃった。さっき15分経ったので更新されてます。何しよう、野々垣さんに聞こう。え、野々垣さん詳しいんですか。なんかいつも日傘を差してるイメージだけど。そっか、確かに白いもんな。あ、436か、436らしいですあ、猫のおたさんハートありがとうございます日焼けする方法ならしてるなに外に出れば日焼けするよねえー、野々垣さん詳しいんだ。日焼けには厳しい。確かに白雪さん、笹川さん、野垣さん、矢作さんとみんな白い。確かに私が大好きな先輩は白いですね確かに。うわー、会いたいな、いいな。え、本当に今一番会いたい方は白雪さんですね。私はいろんなお話をしたいの先輩方は来てくれる後輩は嬉しいと思う。本当？でもね、なかなか押せないんですよ。送信ボタンが押せないの押せないの。さゆ白い人が好き説、そうなんかな。たまたまじゃない？いやでもみんなアイドルは白いよねよね。だって中坂も白いと思うし。いいな、巨棋戦にも会いたいな。ね、アイドルほんとすごい私全然だな。ハッピーさん見習わなきゃ勇気出してちょっと頑張りますね。ハッピーさんガチ寝ですよ皆さん。今見えないね。かわいい、かわいい。かわいい。見せらんないかな。見せらんない。あれ、ここにいるんですよ、私の隣に。あ、顔が見えないね。かわいい。足しか見えんかった。そう、隣で寝てますよ、ハッピーさん。だいぶガチね。今日もハッピーさんに朝方起こされましたよ私は。だからまた大富豪の一言を変えるのが早かった気がする。でもそこから二度寝しました私は本当に見てほしいけどさ、なんか余計なもの映らないよね。怖いな。あ、かわいい、かわいい。ちょっと待って、見せるね。あれあれあれ、丸まってないもんハッピーターン。あれ見えます。あれ横のやつ無理ですね、そのままにしておきます。かわいいね、気持ちいい。かわいいそう、寝返り打ちました。
どうやって見せればいいの。あ、見えた見えた見えた。かわいいですね。私だけしか思わんことかもしれないけど、こうやって寝てますハッピーターン。そう、最近ねタワーに登って寝ないんですよ。なんでだろう。私のお布団で寝てくれますハッピーターン。なんかさ、こう見るとやっぱ野良猫は周りをさ気にして生活してるし、寝る時も注意してるからさ、あんま丸まって寝てる野良猫いないですよね。そう思うとやっぱ室内外の猫って幸せなんだろうなって思う。そう、タワーの上で寝てたんですよ前までは。もうこれが本当に私の最大の癒しなんですよ。あれ、あ、あ、かわいい。見ました？見ました？顔を隠しましたよ、この子。あら、かわいい。かわいい。これだけにしていきますね、今日。ハッピーターンでした。後ろ足を抱え込んでる。そうなの、幸せそうですね。キュンです。本当よ、かわいいの。一生見てられるハッピーターン。いいよね。あの、実家にいるルナちゃんとかでもね見たいんですよ。でも今は会えないので残念だ。でもお姉ちゃんとは私結構毎日 LINE してるんですよ、昨日からなんだけど。そう、チャチャとハッピーの写真を送り合いしてます。かわいい。チャチャにももう会いたい。チャチャくんに会いたい。こんばんは、こんばんは。かわいいね、ハッピーターン今日も。かわいい。終わりにしよう。毎日だけは昨日からそうなの。暇の時いつでも LINE してって言ってくれてるので遠慮なく私はします。本当に私家から出ないから今から何をするという報告までしちゃってるんですよ、お姉ちゃんに。今配信終わった、今からご飯、今これ食べたよ、今から寝る、お腹空いたけど我慢して寝るみたいな、そんな話ばっかしてます。それは私だけじゃなくてお姉ちゃんも話してくれるから面白いんですよ。で、今はエンタの神様を見てるって言ってました。そうなの、面白いのよ。このラインしてるとあのまだ寂しくないんですよ。面白いね。そりゃ近くにね住んでたり一緒に住んでたらこんなライブしませんよ、当たり前だけどね。お姉ちゃんはお父さんとお母さんといます。あの家に向かいそういう話始めるの、どうだろう。お互いからもういつの間にか始まってるからわかんないな。そうよ、面白いの。本当に姉妹というより友達感覚だよね。なんか入口島家はだいぶ。そうなのよ、7割さえ多分そう。隣にいてしたらやばいから。そうだよね、危ない。そこまでは行ってない。ちょっとした連絡で心が元気になる。そうなのよ、そうなの。白井姉妹に似てる。白井姉妹さんがどんな感じかは分からないけど、世間でいう姉妹よりかは私
入内島家はだいぶ仲いいと思う。何も話せないことはないし、そうなの。スタンプはね全然使わん。使わんの。カブトムシの幼虫飼ってますか？飼ってないんですよ。でも今年の夏はあの入内島家に迎えたいと思ってます。親友姉妹、そうなのよ。そうよ、パドの中に入る人で。あ、それ見たな、見た。パンダさん手術してたね前。お姉さんもサイヤと呼んで、お姉ちゃんはサイカって呼んでます、みんな家族は。面白いね。そうそうそう、面白い。おつまこのウニさんスタンプ発売されたら使いまくりそう。え、絶対使いたい、かわいいもん、かわいいもん。私もハッピーバージョンでやる。あ、でもハッピーは顔とかが真っ白いから特徴がつかめないんだよな、書くとしても。だったらカブトムシバージョン作るかな、私は。人の名前涼かと思った。さやかなんですよ、覚えてください。さやかです、さやか。確かに了解スタンプ、カブトムシが了解してたら可愛いね。カブトムシのバージョンつけられ、分けられる、え、多分。私にしか分からないくらいの変わりようだと思う。だからもう文字だけで勝負するしかないか。でもあー、リチウム家の猫たち総動員、確かに。そう思うとチャチャを含めると11匹だから11バージョン作れるスタンプ。他のお城のお友達が旅館で使ってくれるのと嬉しい、嬉しい。嬉しい、もっと使ってね、旅館です。ちなみに私全然使ってないね。私は問いかける方だからか、だからか、キャッチフレーズも。あー、今年の夏バージョンのカブトムシ絵は描かないの。あー、確かに去年ずっとここに描いてたもんね。描きたいな、久しぶりに。カブトムシ描こうかな、この時間がある時に。今時間たっぷりあるしね。トミは周りの人は理解してる。嬉しい、嬉しい、了解です。いつからかなくなって、そうなの、多分ね今年の1月からなくなったと思う。いつの間にか、何ヶ月やったんだろう。あ、でも夏にやったのかねえ。身長がさやかちゃんと一緒になった。え、早くない？嘘、154センチ。私ちっちゃ。これ以上伸びないよ。だって私いつから154センチなんだろう。いつかな、中学校3年生くらいから154センチな気がする。それからも伸びないの、もっと伸びたいのにね。クリスマス、あー、やってた。カブトムシお菓子で作る。え、なんか前作ったカブトムシの幼虫のお菓子あるじゃないですか、あれは簡単なんですよ。でもね、本物のカブトムシって言ったらこんなでかいし、リアル感をどう作ればいいのかちょっと分かんないから、ネットで調べよう。どうやって作るんだろう。80センチになりたい人生でした。でも170あるならよくない？
羨ましい。成長バージョンのお菓子のレシピあるのかな。あってほしい。あったらすぐ作りたい。神戸にカブトムシケーキ売ってる。すごい、兵庫県だけ神戸って。いいな。リアルは難しそう。そうだね。でもそれを作ったところで見せてもみんなに惹かれてブロックされそう。悲しい。悲しいよ。どこで171だから低い方。私普通に高い方だと思ってた。自分が154センチしかないから160センチ以上の人は高いと思ってる。そうなんか。さえ180だったら困る。怖っ。顔に合ってないよね。笑っちゃう自分でも。YouTube さんみたい。 SK48 学園の罰ゲームが罰にならない。そっか、罰ゲームが生き物昆虫系だもんね。前もそういう話したな、配信で。私にとって罰ゲームは何なんだろうっていう。結果なんて言ってたか忘れちゃったけど。すぐ虫を食べさせる。そうなの、全然平気だな。あ、でもこの間有吉反省会見ていた時に虫を食べてるタレントさんがいたんですよ、つい最近ので。見たらすごかったの。すごかった。お家でレオパちゃん飼ってて、コオロギもジーもたくさん飼ってて、そこから自分で調理をして食べてたの、虫を。すごいなって思ったけど、見てて私は気づきました。私は生き物を食べることが好きなんじゃなくて、ただ生き物が好きなんですよ。食べることが好きではないんですよね。なんか最近生き物を食べる入り口島さやかっていうイメージがついちゃってると思うから、それをねちょっとなくさなきゃいけないんですよ。ダメなんだよ。違うよ、まあ、食べちゃいたいくらい大好きとは言うけど実際食べないし、なんて言えばいいんだろうね。そう、イナゴからかなね。まあでもいつか人間をね、食べ物がなくなったら生き物を食べる時が来るからね、怖がらないだけ。そうなの、可愛がる方。そう、仕事につながるかもね。だとしたらちょっとやるかもしれないけど、食べるに手ごわない。そうなの、生き物が愛おしいの。そうなの、そうなの、皆さんは分かってくださってる。そうだ、タガメサイダーも飲んだな前。懐かしい、もう約1年前かな。ね、いつかな、なんかやりたいんですよね、ハッピーターン。かわいい、かわいい。かわいいね。かわいい。動いちゃった、ごめん。私の世界に入ってたの。いやでもやっぱりお家にさ、こうやっていると一緒に寝たくなりません？ハッピーターン。
いいですね。かわいいね。かわいいですね。一緒に寝たくなりますよ、これ横にいたら。ハビタ、起きた？一応目は覚めてる。まんまるハッピータン。飽きません、ハッピータンは。見てて。尻尾の動きがかわいい。嘘。何考えてんの。これよくわかんないよね。なんか見えた？よいしょ。おはよう。ハッピータン。そう、なんかハッピータンっていうか猫はそうなのかな。あ、すごい、スイッチ入っちゃった。ここにちょっと今できないのでいいです。すごい、たまに噛んでます。すごい、痛くない。手がっしり掴んでるからね、ほら。ハッピーちゃんで、あ、違う、ハッピーくんです。そう、目がなんかガチだね。種類はね、拾ってきた猫なので雑種で分かんないんですよ。めちゃくちゃ舐めるね、ハッピーと。ありがとう、もういいよ。終わった、終わった。ハッピータンでーす。ハッピータンでーす。終わりました。これが私の世界一愛する猫です。あ、そう、噛んでるね。もういいよ。あ、噛んでる、噛んでる。いいね、アッピー、かっこいい。かっこいい、もっともっといいですね、ハッピータイム。かっこいいです。真剣よ、真剣。終わった？もういいよね、もういいよ。こんばんは。もういいよ、いいよ。こんばんは。ハッピーターン、ハッピーターン呼ばれてるよ。かわいい。もう水飲むんじゃない、ハッピー、こんな飲めたら。かわいい。もう何されてもいいですよ、ハッピーターン。本当に痛くないので、この髪がね。もう気が済んだ。おはよう、ハッピータン。終了。そう、おとなしいですよ。この間10歳になりました、ハッピータン。まだだね、ハッピータン買うの。確かに最近チュール食べるより今私の手の方が10歳です、ハッピータンは。終わり、ハッピータン。もういい、もういい、暑いね。よし、終わりにしようかな、ハッピータンが出たし。
た、終わりにするよ。ありがとう。手がべっちょり、洗おう。あ、もう絶対。そう、ハッピータン10歳。終わりにしますね。急すぎだけど。ハッピータンでした。なんか嫌そう。かわいい。終わりにしますね。ごめんなさい。まだ水飲みに行ってません。よし、38、38、3、うん、どこだ。え、見当たらない。ん、何のアバターだろう。見えない。カッコすらもないよ。どんなアバターさんだろう。見えません。あ、いたいたいた、処刑さんだった。そうだ、犬のアバターさん、また来ましたって。ありがとうございます。ありがとうございます。来てください。1位きりみちゃん、2位猫のアバターさん、3位うるせえ鳥のアバターさん、4位猫のアバターさん、5位野々垣さんのアバターさん、6位天使の猫のアバターさん、7位カレーのアバターさん、8位メロンパンのアバターさん、9位シナモンくん、8位、え、違う、10位猫のアバターさん、11位はちみつのアバターさん、12位アフロのアバターさん、13位リスのアバターさん。皆さんありがとうございました。ハッピー担当、お悩みのお話が多めでした。はい、楽しかったです。皆さんありがとうございます。ちょっとあれですね、誰かと話したくなった時とか、お昼とか3時のおやつの時間帯にいつか配信すると思うので、その時は見れたら見てください。その時の気分というか、その日によって違う、分かんないからな。ね、まあ、なるべくやるときはメール送るので、ぜひ皆さんありがとうございました。おやすみなさーい。